いや前半戦はボス倒したところでしか見どころっていうかないですからね、取れ高的には。こいつらの馬に乗らせてくれよ。うわー、またこの先にいるボス級じゃん。あれワープゾーン、左右にワープゾーンあるけど、ああワープできんのか、ここのエリアを越えて。じゃあこいつ倒さないといかんのか。ボウガン撃ったけど、いやなんかドゥルダンの試練でこういうの出ましたけどね、確かこういう3体。バイキルとグレイグにしよっか。ああ攻撃力下げられた、マジか。お前ギガブレイクは関係ないのかな。パタンジェネラル、意外と城の中のモンスターってあんま強くないよね、なんかそんな感じすんだけど。何なんだろう、そこまで。一見強そうですが、おローレベル上がったね。現場石回復、よし、これでやっとピンク色の結界取れるとこいけんじゃないのかな、まだかな。4階より上はないですね。よし、勇者の力を。そっか、これで行き来できるようになって一応戻ってセーブもできるよみたいな感じなのね。あっち側になんかアイテムあんのかな。あ、宝箱ある、くそー。お、見事なコンビネーション。やべえな、幻に包まれてた。当たんねえぞ、攻撃当たったー。乗って、どっちどっち、こっち進化の秘跡で、こっちでいいんだよね。おっとっとっと、あれ魔王の神殿って書いてあるの、あれ後ろ、あそっか、いやいけねえよな、 このままじゃ。あっち側、あれこのままだと、そうだよね、あれあのワープゾーン行けなくなってんの。じゃあ私どっか行ってないとこありましたっけ。これあれ4階外部、外部が見れないですもんね。まあいいか、とりあえず先進んじゃいますかね。あ、そっか、そのためにも降りれるようになってるってことなの。どうしようかな、動画時間長すぎるよなこれ。あ、ワープゾーンあんじゃん。正面が多分いけねえんだな、これ。正面いけなくてワープゾーンになってる。迷ったら左。何？階段の音したけど。
おっと、何ですかこの部屋は。あー、これでいけんのか。やべえな、一発目から当たり引いた感がすごい。あれ、アイテムなかったよね。すいませんね、ちゃんと見てなかったけど、アイテムはない。なさそうだね。どうせ両方行かないといけないんでしょこれきっと。なんか、ああそっか、やっぱ2つ踏むとこあんのか。はい、おっと、アクションゲームっぽくなってまいりましたよ。裏には何もない。で外部に出てちょっと外見てくるっていう感じかな。いやー、しかしなかなかやっぱラストダンジョンなのか、ある意味ストーリー的にはだけあってすごいですね。鬼神の魔装っていうのかな、槍ですね。マルティナに装備させてあげようかな。正規狩猟は強いんでしょう多分。うん、あ、最大 MP がちょっと下がっちゃうけど魅力上がって攻撃力も若干あるか。敵に武器や盾で攻撃を弾く防がれなくなる。さすが鬼神だね。で戻ってまたワープゾーンだな。おー、びっくりした。で両方足場作って渡れるようにして、あのピンクい扉結局何なんだ。まあ焦るなってことが。まだで真正面行って、多分これで渡れるようになるんだよねきっと。ああ、渡った先にもまたスイッチがあるのね。ずーっと録画でこう撮ってるんで、だんだん喋る気力もなくなってきますよね。グレートドラゴンがいて、アイテムないよね、ちょっとだけ。ない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 。よしよしよし、こいつ尻尾当たるだけで危ない。ああ、ここで戦わなくてもいいように私はレベル上げてるんでね、なるべくサクサク進めるように。お、星くずの剣、またなんか面白い剣来ましたね。これ切りつけた敵の守備力を下げる、攻撃時 8% で敵の守備力を下げる。お、なかなか面白いんじゃないですかこれ。どうしよう、シルビアでもハヤブサの剣の方がいいもんな。でも守備力下げるのもなかなか良さげだけど。まあルカニがあるからって言えばそれまでなんですけど、これで左右には渡れるようになったってことね。これ裏側何もね。いやー、さすがラストジャンジョン長いっすね。これこっちで撮ったんですもんね、さっき星くず。もう記憶力もすげー低下してきてますね。戻って渡って左右のスイッチ踏んで、これでも
セーブポイントっていうか回復ポイントがあの最初のとこしかないっていうのはなかなかですけどね。魔王城入る前みたいなね。なんでこんな粋な装置作っちゃったんだろうな魔王も。片方片方でなんかボス中ボスモンスターぐらいいそうですけどね。いましたね全く戦わずにはいけないってことでしょう。とりあえずグレートドラゴンは強いですけども、その両脇の両脇っていうか2匹は弱いんで、ゴールドシャワー使っちゃおうか。いいダメージで休んでね。あいつら早いんだよな。ギガブレイク。はい、これでグレートドラゴンだけになった。スクルトってどれぐらい MP 大丈夫なの？スクルトやっとこう。ルカにやって。ナイスガード。ローがちょっとあれだな。ハッスルダンスやっとく。いや、ローにベホマランやらせるか。バイキルトを、でドラゴンギリリーガでベホマラーで、グレイグはノーマル攻撃でね。お、やべえ、シルビアが噛まれた。うわー、お、シルビアレベル上がったね。マルティナも上がる。あ、回復しなくてもいいのか。よし、じゃあスイッチを押して、逆側もまあいるんだろうな、あんな感じで。あれ、いけるようになっちゃったなっちゃった。あれ、じゃもう片方のなんだ、ピンクいあれかな、エリア外すための。まあ行ってみますけどね。一応今行こうとしたら落ちるみたいなのやめてほしいですよね。そんなのあったら宝箱もありますけどね。あれ、守ってんな。これ抜けられないのかな、うまいこといけば。ダメめんどくさいね。いやー、攻撃力高いんだよな。もうどんどんゴールドシャワー使っていくわ。グレイグ、あー、メラトマ疲れちゃった。攻撃力がやっぱ高いですけどね。お、ゲンマ石か。ひえー、長いぞー。あ、これでやっとピンクの結界が。このピンクい結界は何なのさ。まあね、ここまで来た以上行かない手はないですから。ちょっと魔王城じゃあ後にして、多分ここ正面行くとホメロスいいんじゃねえかな。こっち側ね。宝箱だけ取っとくか。ムービーとか入んねえよ、変に。ああ、やっぱり聖水が来たってことは MP 回復しなさいよみたいな感じですからね。じゃあ1階の扉の先行きますよ。これで
どっちが上が魔王神殿ね。よし、取ったもんねこれ。よし、でここが行けるようになったとでいいんだよね。ちょっと待ってて、ドラゴンさん。おお、神々しいよこの宝箱。はい、すいません、喋ってる途中でもありましたが危なかった。宝箱を開ける寸前でしたね。まあ逆に言うとここで止まってよかったということで、じゃあ宝箱を開けていきましょう。まあ動画の時間いっぱいになっちゃったんで止まったんで。お、星降る腕は何何何、竜の鱗、星降る腕は、おお、装備、じゃあスペース上がるのかな。あ、めっちゃ上がる、100万ある。100上がるのはいいね。これは逆に言うとグレイグとかに装備させて、あんまでも遅いんだよな、どっちみち200200。ローとかスピード上げておいた方がいいのかな本当は。回復要因が遅いのはやっぱ、まあ、いや回復要因は後半の方がいいのか。まあ今は多分グレイグが肝なんで。こんなところに星降る腕はあったんですね。お、なんだ、外いっぱいあるじゃん。なんで、ああ、あれ落っことして落ちてきたのかなっていう状態なのかな、もしかして上のピンクい結晶落として。すげえザクザクだぜ。どうすかな。まあ私も若干心配なんで一回戻ろうかな。一回戻ってセーブだけしちゃいますかね。ということで動画的に一回ここで止めときますね。でまた次、また再開、魔王の4回ですかからやっていきたいと思います。一回止めますね。はい、では再開していきます。ということで、魔王の神殿へっていうところに来てますんでね、いきますよ。セーブも無事にできましたんで、スキルパネルもちょっといろいろ解放してきましたんでね、レベルちょろちょろ上がってたんで。この先にまあホメロスだろうな、一回出るのは。これ神殿とか言ってっけど、またあんのかな、なんか螺旋階段あるぐらいかなと思ってるんですけど、あ、違う、神殿でホメロスと戦ってその先に行って魔王だな。いやー長かった。暗いとこですね。クスンクスン、誰か泣いてる、まさかこの声は。あれ、そこにいるのはお姉様、セーニャなの。あ、マクフライも一緒なのね。いや偽物でしょ。マクフライ寂しかったわ、ずっと一人だったから。そんなキャラじゃないからね。あのね、マクフライ、一つだけお願いがあるの。今すぐに死んでくれないかな。だってあんたを守ったせいで私死んじゃったでしょ。あんただけ生きてたら怖いじゃない。だからね、死んで自らの死を持って償ってもっと生きたかったのに、あんたのせいでこうなっちゃったんだからさ。目がやばい、どうした。お、うどうしたと言うんだ。消え失せなさい、悪しき幻影よ。気高きお姉様はそのような言葉は口にしない。あなたはお姉様なんかじゃないわ。痛い痛い痛い、ぐわー、幻影だ。
お姉様は最後まで希望を持っていた。決して後悔などしていない。こんな胸くそ悪いものを見せるやつは一人しかいない。姿を見せろ、褒めろ。グレイグが喋るってことはそうですからね。いちいちあんなもの見せるなんて最低だな。本当に大好きなお姉様を思う心、クックック愛というやつか。くだらないくだらない。いやー、登場しましたね、最後のオーブを持つ男。グレイグ、まだ生き延びていたのか。相変わらず執念だけは立派だな。そのしぶとさ、尊敬に値するよ。さて、ここまで来てもらってなんだが、この先はウルノーガ様がお壊す領域でな、貴様らが入っていい場所ではないのだよ。今すぐご退場願いたいところだが、虫けらが頑張ってここまで来たんだ。記念にこの魔軍司令ホメロスが貴様らを直々に葬ってやろう。こいつ第二形態とかありそう。いや、初っ端から第二形態、まさか。例えばこの姿一回出してたっけ、気のせいでか。ふははは、はどうだグレイブ、素晴らしいだろう、この体、この魔力。俺は貴様を超える力を手に入れたのだ。ホメロス、本当に魔物になってしまったのか。行くぞ、貴様らの屍をウルノーガ様に捧げてくれるわ。魔軍司令ホメロスが現れた。あ、おお、グレッグから素早さ上げた甲斐がありますね。マジックバリアやっとくか。なんか魔法使えそうなのね。まあぶっぱした方がいいのかな、悩むところだな。300は食らう。うう、痛い。2回攻撃は厄介ですね。どうすっかな、回復はローに任せてガンガン金使っていくか。でベホマラーやって周りのやつはマクフライになんとかしてもらって、お、シルビアも早い。ゴールドシャワー、このゴールドシャワー使えるな本当に。じゃあもう一回ギガブレイク。意外とわー、ゾーンに入ってったよ。自分に寄ってるよ。ルカにやっとくか。いやー、やっぱグレーグ、あ、こけた。おお、なんだ、あー、特殊効果消えた。ローにベホマラーやってもらうから、じゃあバイキルと、あ、素早さ上げた方がよかったかな。ベホマラ使っとくか一応。グレイグがこけてるから、一回覇王山の力見といた方がよかった。これが痛いんだよ。じゃあゴールドシャワーやりますよ。金がもう5000ゴールドぐらい使っちゃうんじゃないの。あ、グレイグ起きた、起きたね。全身全霊でお前を切る。第二形態あったら嫌だけどね。覇王山やっとくか。
花王山でもよかったな、あんまり MP 変わんないのにダメージ一緒だから。一応ベホマラ、できればバイキルトをグレイグにかけてグレイグにとどめさせてもらいたいんだよな。ここで勇者のターン、まあノーマル攻撃でいいか。熱っ、守備力戻っちゃった。終われよ、全身全霊。ほら、あ、倒したけどこれはまだ終わってない感じの倒れ方。あ、でも4万ももらってんな。レベルアップで HP と MP 回復するから、まあマクラは大丈夫だね。あ、でも本当に終わった、もしかして。あ、膝ついた。まさかそんなバカな。俺は6軍を束ねる魔軍司令、この俺が貴様らに敗れるというのか。お、グレイグが説教しますか。あ、先に進んでる、そういうことか。またそうやってお前は俺の先を行くのか。お前が称賛を浴び光り輝くほどに俺は影になっていった。なあグレイグよ、俺はただお前のようになりたかっただけなんだ。おお、消えてった。先を急ぐぞ。オーブだ、これで全部取った。シルバーオーブだったね。すいません、今目を離していました。はい、ということで、はい、今回動画以上にしたいと思います。ちょっとね、いろいろこの天空魔城ですか、次は多分もうラスボスになるのかな、なんですけど、その手前のダンジョンがね、ちょっとすごい時間かかったんで、編集ちょっとしがいがあるってもんですけども、まあ、どうなるかは分かんないですけど、前編後編分かれるか、ちょっといろいろやっていきたいと思います。じゃあ次回は、魔王を倒しに行きたいと思いますので、よろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。さようなら。